全国の皆さん、今日は国際女性デー3月8日です。世界中で女性の社会進出、そして男女関係なくどの分野でものびのびと暮らしていける、そして活躍できる、そんな世の中を目指した日でもあります。今この日本、ジェンダーギャップ指数というのがあるんですけども、これ146カ国中なんと116位というですね、とても日本の国内というのはまだまだ女性の社会進出がしにくい状況になっています。実は教育だけで見ると平等になっていて、世界でもランキングの上位なんですけれども、例えば政治とか経済だとかで、まあ、会社の役員になったり政治家になったりする人の数が極端に少ない、これが今の日本の現状です。ぜひですね、女性の皆さん、どん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 世の中に声を出していけるように我々も応援したいと思います。そして男性の皆さん、もっともっと理解をして、この世の中男性も女性も活躍できるような、そんな世の中にしてまいりましょう。立憲民主党は特に女性の皆さんの社会進出、政治の世界での活躍を応援するために、さまざまなメニューも用意しています。女性の議員を多く誕生させるための活動のサポートもさせていただいています。ぜひこれからこの国際女性デーを契機に、もっと皆様が活躍できる社会を私たち立憲民主党を作ってまいります。これからも共に頑張りましょう。